格闘キャストへようこそ僕の名前は直人です。です格闘キャストファミリータイム新しいスタジオを作りました、うん、えっと僕たちの素手で、ね、<laughs> ファイティングは素手でするじゃないですか。<laughs> なので、うん、スタジオを作るときも素手で、二人の。 4つの手で作りました。うん、DIY でやりました、ね。DIY スタイル。でやりました、うん、過去のスタジオもそうだったよね。<っ>そうですね。DIY、めっちゃ昔の動画になるけど、うんうん、一応 YouTube に載ってる。載ってますよ。はい、今回は、えー、ちょっと、まあ、皆さんにそのコンテンツをあまりにもね、長く、何て言う,うお待たせするのは悪いと思って、はい、早くやったので動画はないです。 <laughs> けれど、えっ、ー、と、今、真の後ろにある絵は、これはアートボーイさんが、に頼んで、<laughs> えっと、いろいろ描いてもらってます。まだ完成じゃないです。これから、えっと、どんどん完成していくプロセスを皆さん見ることができますし、えっと、たまにね、あの収録中でも、なんかライブペインティングショーでもやろうかなとも思っています。楽しみにすることばかりです。非常に今は広くて、 えっと、お互いの足が当たることもなくて。<laughs> <laughs> まあ、あのスタジオ狭かったよね。<laughs> yes, yes. わざわざそこまで、えー、来てくれたゲストに、まあ、感謝の気持ちしかないです。そうです。来てくれた皆さん本当にありがとうございました。す。Yes, yes. ぜひ、えっ、ー、と、新しいスタジオにも、えー、と来てください。楽しい会話をしたいと思います。<Yes. S 1> まあ、ちょっとその、改めましてこ、これは一体どんなチャンネルなのか。まあ、その、格闘キャストというは ファミリータイムとはどういうものなのか、どういうコンテンツを期待できるのかをうん、うん、皆さんにもう一度ちょっと説明したいと思って。まあまあ、紹介動画ですね。そうですね。その、まあ、それがエピソード1に。はい。新スタジオでのエピソード1にしたくて。そうなんですよ。はい、まあ、あの、自分も最近気づいたんですけども、まあ、紹介動画がなくて。で、僕たち二人とも、まあ、すごい有名なファイターでもないし。はい。 あの、こういう。一人はファイターでもないし。このファミタムって一体誰なんだって思ってる人もいるかもしれないので、あの、この、まちょっと休憩があったし、新しい景色になったので、ここで紹介、私たちを紹介する、まいいチャンスなのかなと思ったんだ。それです。うん、思ったんで、はい。それがこれなんです。で、まどこからスタートしようか。 まあ一応、スタジオが新しく,新しくなったのであ、僕たち、いつも自分たちのスタジオが欲しいっていう夢があったんですよ。はいはい、今、YouTube を始めてから。はい、そうですね。まあ、広いスタジオが <laughs> あったらいいなと、ずっと思ってたので、まあ結構嬉しいですね。嬉、うん、しいです。あで、あまあこれに向けてね、いろいろ頑張って、ようやく、 ね、こういう形で動画を撮影すること、まあ、皆さんのおかげでもありますので、あの、本当に感謝してます。そうですね。うん。ま、僕たち、まあ、紹介っていうことで、まあ、YouTube をなんで始めたのかってからから。YouTube をなんで始めたのか。うん、そこから始めてもいいんじゃないおーおーうわー YouTube、そうですね。y 僕が YouTube、僕たちが YouTube 始めた頃は、まあ、シンはまだバリバリの格闘技、キックボックス、ングいなをやってて、はい えっと、僕はミュージシャンをやってました。うんうん、ちょうどその頃、会社を辞めたところで、YouTuber になりたい、うん。ちなみに会社何やってたんですかえっと、ハム工場のてんあ、ハム工場の工場長、店長じゃなくて、うん、えと工場長をやってました。美味しいハム作ってました。美味しかったね。<laughs> <laughs> 覚えてるよ。<laughs> <laughs> あのー、で、まあ、その、音楽の、えー、夢を追って、会社を辞めて、うん、同時に YouTube をやろうと思ったんです。で、そのきっかけは、まあ、 あの、うちの仲間、仲間っていうか、その元バンドメンバーのカニキンフィットネスさんとあの、一つの会話で、いや、じゃあ僕も YouTube やってみようかと思って、えっと、始めました。最初はもうデタラメで日常を撮影する感じで、<Yes. S 2> そこから、まあ、しえー、っと、シンジとやれば、兄弟だからファミリータイムというチャンネルを作って、<laughs> 真の日常プラス僕の日常、 シンは格闘家、僕はミュージシャン、それを撮影しながら、えっ、ー、と、ファミリータイムチャンネルを作りました。うん、そうだね。で、そういう動画をな、まあ、何回な、いくつか作って、うん、えっと、僕が、なんだろう、テクニックの、なんか、ファイターのテクニックの分析をする、How to?Yes. 動画を撮影したのは確か、初めてやった動画が、コーナー・マック・レガーの、 ーアッパの当て方だと思うんですよ。えっと、カノマクラが距離の潰し方でしたっけだったと思う。で、あれが、まあ、僕たちの日常生活動画よりも再生回数がいって、<laughs> うんうん、そのノリで次はナスカワ天心かなで、それがタケル選手について、そういうテクニックのハウツー動画から試合勝敗予測動画から試合 感想、試合後の感想動画から、まあ、いろんな動画、格闘技系動画を作る、はい、ようになって、はい。それが今のファミリータイムになりましたね。yes yes、うん、まあ、それでなんか、もちろんテクニック分析もまだやってますけれども、それもすごいいいコンテンツ、さすがシーン。うん yeah. 分析マインドを持ってて、素晴らしいと思います。<Yeah. S 2> でも、あの、まあ、この格闘技といろいろ触れ合って、やっぱりその格闘家のストーリーとか、 あのー、そのメンタル状態とか、うん、その何を乗り越えてここまで来たのかっていうものにすごい興味を持ってドキュメンタリー動画も、うん、えっと最近結構作ってますねそうですね,そ,うですねそれは去年から作り始めたね,そうですねファイターのストーリーが面白いなと思ってこれもこの面白さを皆さん YouTube を見てる皆さんに伝えたらなと思って作ってそれがもう大,大人気になりましたねそそうううだねそういう動画が、うん まあ一番楽しいって言,言いたくないんだけど結構楽しいね。うん、こういうまあ歴史なので。うんうんうん、はい、はい、歴史を勉強するとやっぱり将来何が起こるかっていうのを、まあもっとよくわかるよね。Yes、その通りですね。まあとにかくその、それがファミリータイムチャンネルっていうもので、まあこの格闘カストっていうチャンネルは一体何なんだって。<ー>で違いは何なのかっていう。うん うん、あのこととを考えてるる人はいると思いますそうですね、違いは何なのっていうコメントもな、なん,あるもんね同じ二人だし、同じ顔だし、うんうん、まあ、景色も同じだし、だしなんでチャンネル二つやってるんだっていうところがあるんですけど、まあ,あの、僕と直人は、この、アメリカで結構人気な、あと、ポッドキャストチャンネル、ジョー・ローゲンっていう、うん、ジョー・ローゲン・エクスペリエンスだよね。はい っていう、あの、ポッドキャストをよく聞いてたんです。で、はいまあ、結構それに憧れて、<Yes. S 1> まあ、自分たちもそうやって、まあ、その前に、ジョー・ローゲン・エクスペリエンスとはどんなポッドキャストかっていうと、ジョー・ローゲンっていう、まあ、UFC コメンテーター、うん、UFC 解説者兼,説者兼、えー、コメディアンですね,ね。いろいろなことやってますよね。彼が、まあ、 ゲストと一緒に会話する動画なんです。で、ゲストは、まあ、格闘家でもなく、まあ、いろんな、なんだろう、専門家。Yes, 専門家。あの、狩りの、なんだろう、ハンターって言わないよね。なんて言うんだろう、日本語で。あ、ハンター。ハンターっか、ハンターとか、えっと、フィットネスエキスパートとか、はい。いろんな、USC ファイターとか。USC ファイターもいるし、トレーナーもいるし、そういう、なんか、なんだろう、すごいゲストと一緒に会話して、そういう彼らの知識を、こういう、 ポッドキャストっていうプラットフォームに載せてたんです。うん、で、僕と直人もそれにすごい、えー、憧れたし、はいえっと、結構勉強,勉強になりました。そうですねそので。結構長いんですよね、その動画が。3時間とかになるんです長いのは3時間行って、1時間だったら短い。短い方なんですよめっちゃ短いうん、うん、っていうことになるよね。でまあその、長い会話をすることによって、いろいろなトピックの、何て言う隅から隅へ、その全てをなんか知るような感じ。 できて、それがすごいユニークだなと思ったんですよ。やっぱり物事にはいろいろな見方もありますし、そのリアリティがたくさんあります、はい。それを全部見て、まあそれを自分の知識として取り入れて、うん、で、まあ日常生活、ライフスタイルをもっと向上させることができたんですよ。ジョー・ローゲン・エクスペリエンスを聞いて。あとはね、僕はそうだね。僕もそうだよ。うん まあ僕はメインとして、まあ格闘キャスト、格闘キャストじゃないや、格闘家、格闘家ゲストが出ると、か、うん、あの、栄養に詳しい専門家とか、トレーニング、ス t レ e n テ t h and ニング,ンニングエキスパートとかが出るとそれを聞いて結構勉強してたんです。うんうん、でそれもファミリータイムのなんかの分析動画やドキュメンタリーで結構大きな影響があると思うんですよね。はい。で、 アメリカでは、そういうジョー・ローゲン・エクスペリエンス以外に、この、そのようなプラットフォームが結構あるんですポッドキャストも。ポッドキャストじゃなくても、まあ、ああ YouTube 上で、はいはい、こういう、Shrink a n Conditioning Coach や、なるほど。あの、ジョージ・ローカーっという、栄養スペシャリスト、うん、カー,ーマッグ・レガーのダイエットのアトコでやって、彼もなんか、YouTube でインタビューして、そういう知識を皆さんとシェアしてるんですよ。はい。まあ、とりあえず、 すごい勉強になるプラットフォーム、うん、SNS、インターネット上で勉強になるプラットフォームがアメリカであって、うん、あの、日本でもこういうのがあればいいなって僕はいつも思ってたんですよ。はい、で、やっぱり格闘技をやってて、まあ、プロでもやってたんで、結構、なんだろう、離れられないところがあるんですよ。うん、格闘技からか。格闘技愛してるし、格闘技を頑張ってる若い子もやっぱり、 応援したくて、うんうん、まあ、成功してほしいんですよ。Yes. だから、僕の、僕がこのチャンネルの、なんだろう、ゴールっていうか、まあ目的、キャストの、格闘キャストのゴールっていうと、やっぱり、その、ジョー・ローゲンみたいに、ジョー・ローゲン・エクスペリエンスみたいに、うんうん、と、その別のチャンネルみたいに、若いファイターが、なんだろう、ベテラン、 成功したファイターやコーチや、うん、えーと栄養に詳しいスペシャリスト、うん、ス,トレ,スト,レトレーニングに詳しい人の話を聞いて勉強してそれを自分のなんだろうキャリアで使えるそのような YouTube チャンネルかポッドキャストチャンネルが欲しかったんです yes. Yes. で、それで僕はこのチャンネルを始めました。Yes, y <yes>. e s n a はどうか分かんないけど。いや、あの、<laughs> 全く同じですよ。あの、やっぱりその格闘技に対してのその旅は、うんまあ、シンは選手として、で、僕はそれをサポートする、まあ、トレーニングパートナーであったり、うん、あの、カメラマンであったり、動画を編集する人であったり、で、サポート役で一緒に 経験したものなので、うんうん、ああ、2人も憧れた人もすごい似てますし、うん、その何をやりたいかっていう目的もかなり一致してる場合が多いです。うん、でその通りですね。やっぱりその。次の世代えー、っともしくは今の世代。まあ次でもなくて、まあうん、う,んうん。うん、なんか自分たちがえー、っとまあ、英語を喋れるという。まあ運ですよね。そのそういう環境に恵まれたので、うん、で。そういう。 そういうスキルがあったからこそすごい学べるようなチャンネルに触れることができた。そうですね。で、まあ、そのもらった凄さというか、その感動とか憧れとかもえっと作れればなって。そうだね。人が勉強できる学べるもの、面白いチャンネルを作れれば、うん、っていう。結構それに、まあ、そういうジョーグ・ン・エクスペリエンスみたいなチャンネルがそういうキャラクターに結構、まあ、 あーっと、助けられたっていうか。Yes. ので、それもやっぱり日本で必要だなって思いまして。はい。だから、まあ、過去にも、なんだろう、過去のチャン、過去の動画ではやっぱり結構僕とナオトだけの会話が、そういう動画が多かったんですよ。たまにゲストもあの、ちっちゃいスタジオに来てくれて。はい。本当はもっとゲスト呼びたいんですけども、やっぱり、 あの、スタジオが小さいし、じゅ、実は自分たちの、あんな、自分たちじゃないけど、ナオトの家の中にあったんですよ。そう、家の中にあるし、で、最近子供も生まれましたので。そうなんです、うん。まあ、いいことなんですけれども、うんうん、まあ、そんなね、ゲストをたくさん入れられる環境じゃなくなったので、ね、思い切ってスタジオを作りました。イエス、イそうなんですよ。うん、えっと、その何を話してか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、えっ、ー、と、そんな、そう,そういう 2> 2人だけの会話がうなんですそうなんです、そううだから。 これからもゲストど、また、またっていうか、そうですね、またどんどんゲストを呼んできて、うんうん、と格闘家でもないゲストも呼びたいと思ってます。うん、だからコーチ、<Yes. S 2> テクニックを教えるコーチとか、ボクサーか、うん、MMA だけじゃないボクシング、キックボクシング、うん もうたいます。それは格闘家なんですけれども、あの、はい、ストレンクコンディショニングコーチ。はいはいと。ダイエットに詳しい方。別のアスリートとか。別の競技のアスリートとかも話したいし、空手の選手も話、と話したい,みたいし。はい,は,いはい。まあ、いろんなゲストを呼びたいですね。はい。うん。いろんなゲストを呼んで、いろんなゲストから、まあ、自分も勉強しながら、皆さんに勉強してもらえれば。 嬉しいと思ってます。うん、yes, yes。なので皆さん、えー、このチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。<laughs> yes。<Yes. S 2> なんか言い忘れてるものないですかいや、まあ、うん、まあ僕たちのビジョンっていうか、そのゴール、なんでこういう動画を出しているのかっていう目的はですあの話せたと思います。うん、と、あと、これは普通の YouTube、まあ普通の YouTube チャンネルじゃないって言っても、なんか ちょっと上から目線の言い方になっちゃうかなどうかな、まあ、み普段の,の YouTube チャンネルじゃないですね。ね、うん、なんか、なんて言うんでしょう。まあ、まあラジオっぽいんですよね。ラジオ系っていうしかないかな。ポッドキャストっていうんですけど、あの、まあ、動画が長いっていうのが、ちょっとそこが結構違いますね。の多分1時間ぐらい続く動画が結構。はい あとは、まあ、ゲストをいっぱい呼びたいと思うんですけれどもそのゲストとコラボするわけでもないですゲストとして<ー>、えー、出場してもらえればん<ー>いいと思いますもちろんコラボしたければ <Yes. S 2> <laughs> ぜひこのスタジオを使ってください、はいうん、コラボ撮影してその撮影したのすってすぐ送れられるのではい、はい、もしコラボしたければ、まあ、僕たちは嬉しいです、はい、ただこれは まあ、まあ例えば YouTube チャンネルがない格闘家とかゲストが来てもいいという。うね、大丈夫です。うんうんね、もちろん。そうですよね。まあ、このチャンネルも Family Time チャンネルみたいにどんどんやっていくと進化すると思うので、はい、いろいろ変わっていくと思うんです。うん、ただ僕のゴール、 っていうか、なんだろう、目的ビジョン<的>という言葉って日本語で通じるのかなうん、どうなんでしょうわかんない、うん。でもビジョンですよね。ビジョンは、そういう、うん、チャンネルなんです。若いファイター。うんうん、特に若いファイター。でも、ファイター全員、うん、あの、なんか、いいこと並べる。 学べる。いつもそれ間違えるんですよね。学べる。勉強できるチャンネルがあって、特にその若いファイターを影響したいです。特にこの SNS の時代で。そうですね。全部 SNS。僕もそうだったけど、やっぱり若い人は SNS が全てだと思うじゃん。全てこれが、見るものは真実だと思うんだけど、こういう長い会話することによって、 まあそうでもないっていうのが分かると思うんですよ。うん,う,んうん。そうですよ。うん。その素の姿、編集が少なくて、うん,う,んうん。もうその、なんて言うんでしょう。コンテクストがたくさんありますね。うん,う,んうん。うん、日本語でどう言うんでしょうかね。まあいろいろ僕たちも勉強してます。だから、いろんなゲストを呼ぶつもりです。Yes.Yes. 皆さん楽しみにしてください。Yes. ここに出演したいとあの思っている方 えっと、この動画を見ているなら、ね、えっ、ー、と、何か言うことがありますって思っている方、Yes! あの、メッセージください。メッセージをください。ぜひ、格闘キャストへ来てください。このスタジオ、この美しいスタジオに来てください。<laughs> うんうんうん。まあそうですね、えっ、ー、と、ファミリータイムチャンネルを始めて4年半くらいでしょうか、ね。4年半くらいですね。うん えー、ようやくここまで来れました。でもここは終わりではありません。ただのもう一つの始まりです。これからどんどん進化していって、どんどん学んでいって、えー、っと、5年後には今の自分たちがバカと思えるくらい賢くなって、<laughs> <laughs> えっとそういうふうに、あのー、それを目的にして、えーっと、どんどん皆さんに最高な格闘技エンターテインメントをお送りしたいと思います。うん そうですね紹介動画としてこんな感じだよね。いや、僕からは以上です。うん。まあ、やっぱりその格闘技から僕たち二人、すごい得るものがたくさんあった、いろいろ助けられたものがあった、それをギブバックしたいです。うんうんうん。そうです。もらったものを返したいです。あ、Pay it forward って英語で言うね。Yes。Pay it forward。なんだろう。 絶対日本語でそうういある、うん、絶対あるはずコメント欄で教えてください <Yes. S 2> でもそれをしたいんですなぜなら何、えっと、か知識があると自分に何かあると、えー、やっぱりそれを分け,分けて、えー、っと人は強くなる、うんね、それが人間と動物の違いじゃんそうです動物は毎回同じことを繰り返していくんだけど人間はそういうなんか、うん、コミュニケーションっていうのができるから、うんはい、1>, あ1世代 世代がね続くほどどんどんいろいろ電気とかスマとかスピーカーとかパソコンが作れるようになったはい今そのスマホが楽しめる SNS を楽しめるツイッターを楽しめる時代はえっとどんどん次の世代次の人たち同じ世代でも仲間の他の人たちにいろいろ知識を分け合ったから今の時代があるのでやっぱりそういうメンタルを持ってないと いけないと僕は思っていますので <laughs> まあそれをしたいと思ってます自分の持ってるものすべてを使ってこのスタジオを使ってこのマイクを使ってこのパソコン編集技術を使ってやっていきたいと思います <laughs>、うん まあ、皆さん応援よろしくお願いします。<laughs> えっと、大きなスタジオを作って、えっ、ー、と、これをメンテナンスするために、チャンボタンをスマッシュしてください。<laughs> <Yes. S 1> えっと、まあ、最初にゲストに来てくれてる、くれる方は、ここでもう発表しますかああ、uh, いいんじゃない ?OK、じゃあ皆さん楽しみにしてください。<laughs> えっと、最初のゲストはもう間もなく発表されますので。え、ね、エクサイティングですね。エサイティングです。うんうんうん。楽しみですね。楽しみです。 皆さんも、えっ、ー、と、一緒に楽しんでいきましょう。僕の名前は、ナ人です。シン <Yes. S 1> です。s e またお会いしましょうバイバイ